さあでは Q さんルガール紹介お願いします。さあ長きにわたってお送りしてきましたこの、9495大会、これが、最後の試合となります。ご覧いただいている皆さん本当にありがとうございます。さあこの決勝戦のカード、決勝戦で当たるのはもうこれで3回目ということですね、はい、で Q さんが多分0勝ただ Q さんもこの前、対戦でなんか初期戦乗るようとは結構やったんですよね。そうですね、はい、さあ何かおっとまず攻めていく、今日の Q さんは攻めるよ。さあ攻めるよ。さあこれ面白い。ああちょっとしかし初期コンボ投げ、さあ初期さんは量を入れたことが、恨みに出てしまった形になってしまうのか。まあ練習中ですもんね、しょうがないっちゃしょうがないですけど。さあ Q さんこれで、望みが出てきました。さあクラークはイオリに対してどうしたらいいですかね、北野さん。これはとりあえず鬼焼き誘って重いコンボ入れていくしかないですね。誘えるんですかこのプロゲーマーに。そこは心理戦 で逆にまあそれで出してこないならやっぱ投げを決めていけばいいので。さあ北野さんは簡単に言ってくれますが、これはなかなか難しいところでしょう。さああと削りでもこれは真珠は体力かな。さあ Q さんがなんとかしたいけどこれはそのまま死ね。さあ残すマイとジョーが最後ですね。この大一番で A 級決めることができるでしょうか。あーっとこれはいけない。このヘリうまい。さあこれはあーっと Q さんの遠かったですね。今度は入らずさあうまい。これは誘った形か。先に点滅しているのはヨリの方。さあ前は牽制、これはガーシアンタイムだと。さあこれで体力がほぼイーブンですね。ちょっとこれは分かんないですね。分かんないですね、全然分かんない。今日投げ減らなかったですね。ちょっとまだ分かんないですよ。さあ Q さん時間がないぞ。投げあーどうで、これもまたプロゲーマーの読みといったところでしょうか。今はオートさんもですね。さああとはこのジョー。さあ Q さんまたしても初期十字の前に屈するのか。いったここはこれは分かんないぞ。今ちょっと怖かったですね。さあ Q さん最後はきっと何かすごいことをやってくれるんじゃないか。さあジョーでルガール、厳しい組み合わせではありますが、あこれは逆だ、気をつけろ、投げ、さあ、キューザー後がない、うまい、これはうまい、さあ、入るか、うまい、まだまだ諦めない、さあ、キューザーどうする、気をつけて、柔軟あるよ、さあ、キューザーを溜めたくない、これはキュー、コンボが入った、入った、危ない、危なかった、ちょっとミスった感がありますけども、しっかり最後は Q さんが3度目の正直、 Q さんが優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。コメントいただきますか。そうですね、じゃあ優勝した Q さんからちょっとこっちらの声の通りのいいマイクでちょっとコメント、じゃあ Q さんお願いします。はい、では Q さんコメントお願いします。どうせ最後ちょっとグラッと言いましたけど、まあなんとか運よく、本当運よく勝ってました。初期さんには3回目なんですけど、やっと勝てました。すいません、ありがとうございます。じゃあ皆さん Q さんに握手をお願いします。では2位初期さん、コメントを。はい、最後バリアの強さに甘えてしまいましてまんまと裏を捉えてしまいました。まあ最後もちょっと最後諦めずになんか暴れてればよかったんですけど、ちょっと出しとけばなんとかなりました。まあまあいい試合ができてよかったです。ありがとうございます。では即座に拍手をお願いします。では、3位、よさくさん。じゃあ3位の方までコメントを。
ちょっとあの1位と2位との差がちょっとありすぎる3位で申し訳ないんですけども、まあ、ご覧いただいた皆様が楽しんでいただけたなら本当にありがたい限りでございます。そうですね、今日はライブ配信ということでちょっと実況とかあのおかしな部分があってニコ動で見られる方はちょっと不自然に思う部分があると思うんですけども、これにて94と、95の合同大会の方、終了したいと思います。94の方ですね、バニラさんが優勝ですね。で95は Q さんがついに優勝ということで、この辺で、幕を閉じたいと思います。皆さん、本当に今日は一日お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。視聴者の方も長丁場お疲れ様でした。ありがとうございます。